東山紀の新社長らが出席した9月7日の記者会見以降、ドミノ倒し状態でスポンサー離れが起きているジャニーズ事務所。この影響で、同事務所所属タレントがテレビ各局の大型音楽特番から一斉排除される可能性が浮上している。恒例の大型音楽特番といえば、嵐、相葉正樹が司会を務める、FNS 歌謡祭、フジテレビ系、同、 桜井翔が司会のベストアーティスト及びザ・ミュージックデイ・デーともに日本テレビ系トキオ国分太一が10年にわたり司会を務めるテレ東音楽祭テレビ東京系などがある出演アーティストのうち3割近くをジャニーズグループが占めたりジャニーズの特別コーナーを設ける番組もあるためネット上ではジャニーズ祭りなどと形容されることも珍しくないようだ 高視聴率を叩き出すこともある大型音楽特番だが、9月23日付のスポニチアネックスは、国部がテレ東音楽祭を降板する方向で最終調整に入っていると報道。スポンサーがジャニーズタレントの起用に難色を示したことが関係しているとみられ、国部のみならず他のジャニーズタレントもキャスティングから外される可能性があると伝えている CDTV ライブ が、ジャニーズ外し、の裏で、平野翔に期待。この報道を受け、ネット上のジャニーズファンからは、ジャニタレがテレビで新曲をプロモーションできなくなったら、辛すぎると悲痛の声が続出。しかし、音楽番組における、ジャニーズ外し、の動きは、やはり、テレ東音楽祭、だけではないようで、 10月9日に約3時間半にわたり放送される音楽番組 CDTV ライブ。ライブ TBSK の出演アーティスト9組の中にも、現時点でジャニーズタレントの名前はない。同番組は今月4日放送会にスノーマンや何わ男子、18日放送会にエンドリケリー、どう剛、とやセクシーゾーンが出演していただけに、 ネット上では、こんなのジャニーズに対するいじめだよ。TBS はこれまで散々ジャニーズ人気に乗っかっておいて、手のひら返しすぎ。と、意気通りを隠せないジャニーズファンも参見される。このようにジャニーズファンの間で不安が広がる一方、音楽番組への出演に期待感を募らせているのが、元キングプリンス、以下、キンプリ、平野翔のファンだ。 滝沢秀明氏が設立した戸部に7月から加入した平野は、今月23日に BTS などの振り付けを担当する世界的ダンサー、リエハタとのツーショットをインスタグラムに投稿。この翌日、今度はリエハタが平野の投稿を引用しつつ、ストーリーズに、平野翔太の皆さん、任せて、と意味深に綴ったのだ。リエハタといえば、 昨年6月にミュージックビデオが公開された金プリの大ヒット曲、一番の振り付けを手掛けたことから、ジャニーズファンからも知られる存在に。そして、今回の彼女の意味深投稿を、平野との再タッグを案に予告している、と受け取る平野ファンもいる様子。また、元金プリ、神宮寺雄太と同時に、渡べ入り、を果たした平野だが、今月末をもってジャニーズ事務所を退所するど 岸優太の合流を待ってから、3人でのグループ活動を発表するのではないかと予想するメディアも見られる。そうなると今後、キンプリの現役メンバーである長瀬廉と高橋海斗が11月8日発売のニューシングル、愛し生きること、マジックワードをプロモーションをテレビで満足に行えない一方で、平野、神宮寺、岸によるユニットがリエハタの振り付けを引っさげて音楽番組で大活躍する。 という状況も考えられるだろう。ジャニーズ忖度によって長らくジャニーズ事務所を退所したやめじゃには音楽番組に出られないというのが通例であったテレビ業界。今後は逆転の現象が起きるかもしれない。